今度も何にも出しといて。はい。あのね、初めてするわ。うん。あの、家にあるのでね。はい。これ。これをきれいに。あろたの塗れるかな。うん。塗りとこうか。はい、さっきね、南蛮漬けのね、あのお酢を作っとかんとね、うん、お砂糖が溶けんきね、うん、作るって。はい。南蛮漬け。うん。どうするの？ちょっと変わった。豚肉とレンコンの。へえ。センチ言ったらどのぐらいか。ハサミで切ったらよね。あ、そうだね。ハサミでも切れるとは思うけど。あの料理用のハサミやったの。あれ？これ4センチ角ぐらいよ。うん。2枚じゃんけ。2枚しかなかったっけ、ね。あの、はい、豚肉のね、ロースのね。うん。本当は豚肉のロースの、あのとんかつヨガやけどね、うん、とんかつヨガなかったけど、さっきあの南蛮漬けのお酢を作ったこと。はい。あら、あの、はい、あのね、2枚と思って作るけね。はい。あの豚肉2枚分。はい。薄いき。で、これね。うん。さっき作っといて、お砂糖とかさんとかの。お砂糖お砂糖つ、ややこしいね、これ。大さじ1杯、お砂糖大さじ1杯、それからね、はい、醤油とみりんとお昆布、お醤油もこれ1杯ね。はい。みりんも1。はい。これは、うん、塩があったものをつければまだ漬け込むのではない。これ塩があったものをつける。うん。から塩。から塩1本。辛いのは嫌だろう。いや、辛いの好きやけどね。こんな辛いにする？はみんな食べれるようにしたら、輪切りにして、ちょっと待ってね。はい。ではからし入れるね、今切りやった、はい、1本。はい。これは、これはつけるお酢。はい。仕上がったもん。これね、本当にあの、うん、とんかつ用じゃないでかんね、もっと熱い。はい。けど、これで作るんや、どんななるかわからん。上がりのね。タレ？お酢入れだったね。そうや。あ、酢入れてないかもしれん。入れてない。確かに。お酢も大さじ1杯ぐらい。はい。入れだったでね。うん。すごい、ちゃんと説明してくれ、出して慣れてきたね。なんでこれを聞いてない。これは仕上がるの。家であろうな。
はこれをした仕上がりの。これ今レンコンが旬じゃね。あ、そうなん？これ何センチくらいあると思う？わからん。10センチはある、ありそうだね。ねえ。うん。10センチだったら多すぎる。で、ちょっと伸びとくな。8センチだ。このくらいか。ねえ。8センチくらいの、うん、どっち向きに8センチかわからん。さて、です。これ、あんまり長かったらいかんね。あの、どうして言ったらね。うん。豚肉は、ちょっと揚がりにくいですね。揚げるんや。何番ですか。うん。レンコンちゃんと、まあ、そんな言い訳したらね。これ皮は薄い。はい。アメリカにしてた穴が、うん、まず縦に切る気ね、うん、私はおばあちゃんは使う前にこうやって丸太で、うん、丸太でお酢をつけとく。へー、そしたらね、色が変わらん。で、アクもちょっと抜ける。うん。綺麗なレンコンやね。綺麗なね。うん。これ酢水へつける。酢水、うん、お酢を入れる。うん、大さじ1杯。はい、結構入れたね。大体あんまり余計入れたらいいか。あんまり長いこと入れてもいいか。はい、これ縦に使う気ね。うん、はい、これ切る間、はい、うん、つかないね。でかすぎやね、レンコン。これくらい、これくらいつけときます、はい。これは人参の皮はもかん。うん、これ1センチこむけばな。はい、これちょっと長すぎるかな。あ、そうなの。ちょっと長すぎるね。ちょっと長い。これからで使ったらいい。はい。棒状に切って。うん。棒状に切るから。はい。などだけ。棒状に切って、はい、これ4、5分つけないかんないけど、うん、もったいないからちょっとね。うん、そうやね。あ、ここ拭いといた。これでね、ニンニク、これ、はい、ニンニクのすりおろしです。
れちょっと少々じゃけどニンニク食べんと。え？ニンニク少々入れたらええけどこんなによく入れても。けどね食べんとね。うん。食べてきよ。ニンニク美味しいね。我が家で作ってね。うん。え？これ水拭いちょかんと水分が、うん。でも拭かんとやつかな。本当はきれいに水分がちょっとかん。ね、薄まる？ニンニクと、うん。塩と胡椒で。結構ぐっすり入れるね。もう入れられんね。まあ美味しいけと思うけど、うん、まあ使わんとねこんなに余計入れしようしようでいいから。うんけど使わんと使いきれんよ中へ青いあのうん芽が出ようきね、うん、あれを食べる。ニンニク結構高いね。そうだね作っちゅうきこんなことは言えるけど、うん。大丈夫？旬だのここ。旬見ました。ニンニクの強烈な匂いが。匂いが。うん。これが残念なことに。とんかつ用じゃないといかん。うん。さあ、ミート重ねる。ミート重ねちょこ。これ、生姜焼き用やもん。でも、それなりに熱いような気もするけど。そうよ、生姜焼き。これちょっと、手がこんなき。うん。これ、一枚焼けてくれん？どれを？これ。ああ、はい。キッチン。完全に水分取っとかん臭いんで独特の匂いがある豚肉、うん、豚はあんまり匂いはニンニクの匂いの方が強いよ今。豚匂いって匂いがあるわ。うん今は匂わんけどこれもこの長さにこれでいいわね。うん横に切るわもう。それでこれがちぢるき。はい。どうした？もうこれでやろう。これもね。塩と。はい。小さじ半分ぐらい。はい。もう申し訳。資料も小さじ半分だから。なんか。ニンニクと。大量のニンニクやね。まずかっても知らんよ。いや、まずいことはないやろ。これでも混ぜるもいいね。お塩と胡椒。胡椒。はい。お。そう、そんなことしているよって偉いことな。大事やったね。大事よ。この中入れます。もみ込む。
もうこれ5分いったのか。あ、5分当たったと思う。とっくに。もう飲み込んどいて。うどん粉ね。ハサミで切りなさい。薄力粉やけど、うどん粉でも何でも構わんと思うけど。うん。ここを切って。こう適当に入れるけど、まあ、大さじ。うん。大さじ、これやったら2杯くらい入れ、入れたらよ。2、3杯。あの、とんかつのやったらもう3杯くらい入れないか。とんかつ用やったら、これ遅いきねえじゃん。うん。あんまりよく入れたら。これだけ。で、これを。膨らましたままね、空気を入れておいてね、うん、膨らませておいて。ああ、なるほど。これ棒状にならないかんけど。え、棒状ならないかんけど薄いしね。うん、本当に用できない感じだよ、本当は。けど、うん、棒状にならないですかね。まあ、なんとかなろう。しっかりこれ、うん、続いてから、これ、レンコンを余計注入するっす。はい。水分きつくね。結構水分あるもんね、あんやね。あるもん、つけちゃったもん。1センチ、これくらいじゃね。この長さに合わせないかん。なんか今どんな感じになるか想像ができんけど、楽しみや。分からん。楽しみ。これレンコンのあれはもう形はなんか慕ってしまうけど、うん、今旬やけ、レンコンを食べないかんのですよ。レンコンも今時期が旬なんや、うん、レンコンをよく食べとってやるよ。美味しいね、レンコン。これ揚げないかんのやけ。うん、油で汁気ね。はい、これで缶ね、2、3枚とかあんた取ろうか。うん、いや取って、2、3枚、はい、
レンコンはアクがあるけね、ちょっと。それからね、うん、ちょっとこうやって炭火でつけておいたらね、なんかもちもち感が出るような気がするの。へぇー。壊れた。すごい、知恵やね。つもないものができそうな。できるのが楽しみ。豚肉をちょっとあれしたき。うん。変えたき。今度きれいに作ってあげます。はい。あのとんかつ用工で。お願いします。そう、匂うの癖やね。うん、これでやろうね。うん。これいっぱい入れ、2センチ、2センチか3センチで入れ。はい。深さが。もういったでね。どうやろう、そんなにいたのかな。そんなもんやろかね。170度にして、この鉄鍋が一番好き。小麦。はい、170度から180度がよく上がる。これをね、うん、こう入れてみて、うん、小さい、あれはね、素揚げにせないかんね、素揚げ。はい。うん、肉になる気がする。なぜかね。でもねえけど。でよね。これだで火をきつうね。あまりきつにしたら焦げるしね、これ難しいね。難しいね、確かに。揚げ物。油が少ないといいと思うけどね。うん。一つ入れてみたら。いいね。ああ、いい感じ。抜いてるよ。はい。抜いて。はい。先生、油の中に入ってないよ。けどあんまりここにしたせんでもええんだ。残った人参はええの、それ。あれはもうこれ使おうたら、うん、仕上げしてもらうよ。4、5分、ちょっと見寄ってください。はい、4、5分あります。しっかり揚げる。野菜を食べるのがね、簡単ですよね。そうやね、野菜はよく食べたらいいね。うん、喜んだね。うん。わ、酢の匂いは。4、5分よ。はい。ええ感じの上がり。これもな、こっちを買ってやろうか。お味噌汁。カリカリの感じになるからね。
カリカリに揚げるんやね。これね、おばあちゃんから、うん、材料余計すぎるのよ。少しずつやらないかんのよね、本当は。いっぺんに入れたもんね、うん、これは間違い。2、3本ずつ、まあけど、どうなんかも。何分だった？3分ぐらいやないろか。まだ上がらんみたいな。まあ、ゆっくり上げる。はい。カリカリ感が出るといかな。もうすでに美味しそうやもんね。うん、もう4分経ったで。いかん、まだ。うん、焦げんね。焦げんね。たまたまレンコンがあったけど、こうで生姜焼きしようと思え。うん、だから絶対これ。普通のあれよりか厚いけどね。豚肉のこと。棒状にはならんと思う。そうやろかね。4本やけど、おばあちゃんなんかゆっくりする。はい。カリカリに上がらないからね。火が緩いかな。そう。結構強火やん。色がつかないか。うん。まあ、ついてないかね。ついてない。これやけど、少しずつ揚げ焼けだったと思う。前にこうやって言ってないんだった。いつ頃作りよった料理？いや、もう、あんたのお母さんのあたり。自分の子供とだで作ってたな。うん、うん、まあ、あれはまだ、うん、うん、すごい。や、本当楽しみや。どんなんできるの？え？どんなんできるか楽しみ。あんたも食べようか。やろか。まだちょっとあんまり記憶にないけど。レンコンをよう作ったわ。あのね。うん。よういただいた。北海道のご親戚のある人に送ってきて、うん、しょっちゅうレンコン、まあレンコンも美味しかったしね、うん、アスパラも美味しかった。アスパラも美味しいね、うん、北海道じゃないな、どこやったの？レンコン、レンコン美味しいもんね。食べて。うん。カリカリ感がない？うん、カリカリではないね。カリカリ感。カリカリ感はなんだ、どんな。カリカリはない。ない、全然ない、うん、ない、うん、もうこれひげたらかんか。なんかきつね色になったっけね。そうやね、色は変わってきたね、うん、文字本番ならせん、そんなになってない。いや、なるね。
もう抜いとったよ。大丈夫？さあこれでこの残りで残りの油ではいタレをあげます。いや火が消えちゃった、うん、あそうなさっき音がした時消えたよ。なかなか箸は難しいんじゃない。とにかくこんな長くせんでたね。あれと釣り上げ取れるまで。まあでも今のところ順調にうまいことできるやん。これもだいたい4、5分だけ見よって。うん。おもはこれ、生姜焼きやけどね、ちょっと熱かったけど。うん。やりうね。これも4分で揚げたらいいで見よって。はい。いいかな。ほら、あったりになる。こういうならねえかな。しっかり揚がるよね。ノイトなんか違うよ。はいはいはい。だいたい4分入れてよ。はい。豚肉は火を通さないからね。そうやね。え？なんて？まだ4分にはなりませんか？なりません。何分くらいになった？3分。これ大きいけど3分でこんなもんじゃないですか？うん。こういう色になったらいいんだよ。うん、いい色やね。これはもういい。いつもね、たぶん、いや、道中でね。いや、それは間違いなく通ってるやろ。これも大丈夫やと思う。うん。こうに切ったと思うけど、棒状にならないと思う。レンコンみたいな感じ。まあでも、さっきまで揚げたやつは、ええ感じになってるやん、たぶん。
まあね、でもその薄かったら薄かったでそれを何枚か重ねたらよかったんじゃない。言うね、リクエストが出されるように。あれ美味しかったいうようになってくれたらええけど。なるやろ。これ見たらいい感じやね。うん。美味しそうよ。カリカリになる。あの三元豚っていうのがあるがね、あれもすごくいいらしいね。うん、なんか名前聞いたことあるね。あの餌からね、なんか、うん、違うらしいな。まあ大体美味しいっていう肉ら餌をなんかね、陸っちゅはね、これはシマルト、うん、愛媛のね、豚もええんやって。うん、油があんまり吸収してないの。うん、ねえ、もう大方4分。うん、もうこれでええと思う。うん、はい、もうこれだけあるからええと思う。はい、上がってよ、上がってよ。これ見て、綺麗な感じよねえ。うん、4分来たね。うん、だいたい4分揚げたら大丈夫。この通りはそんなに揚げるもん、3分ぐらい。しっかり揚がっちゅうよ、そこまでやったの。これをね、これ入れて、これをまぶす。はい。美味しそうだよ。まあ、わからんけど。こいつね、はい、今作ったタレ、はい、ニンニクと、うん、お酢とお砂糖と何やったのね何入れよった。ニンニクと、うん、あ、鷹の爪、そうと、お水を、水も入れたね、うん、これ完全にこう素揚げじゃないかね。うん、タレが少なかった。このないよ、ベタベタになったらいかんね、うん、美味しそうなね。ちょっと食べてみろ。そうやね、レンコンも食べてくらいや。うん、これどんな、うん、美味しい。超美味しくない？超美味しい。本当？うん。じゃろう。これ上等にできたよ。見てごらんや。うん。ほら、あほかお昆布を入れたね。お昆布。あ、そうやね。お昆布と唐辛子と。うん。唐辛子。お砂糖とお酢と。お水だったかね、うん、はい、これで漬け込みます。はい、これ一応できたけね、あれ、うん、いや、美味しそう。はい、これ